リード法優は日本の競争馬主な勝ち倉は1983年の有馬記念。同期には中央競馬クラシック3冠馬のミスター CB。日本長競馬として初めてジャパンカップを優勝した桂木エース。短距離戦線で無類の強さを誇った日本ピロウィナーなどがいる。騎手の田原正規に初めて8大競争勝利をもたらしたことでも知られるほか、 グレード制が導入される直前であったため、本場は八大競争として、最後の優勝場となった、中央競馬史上唯一、重賞勝利がありま記念一勝のみという馬である。当時、JRA の馬名登録に小文字である、や、が使えなかったため、登録がリード法有であるが、馬主の熊本曰く正式には、リード法有であったという、バレーは、急表記とする。 1982年7月、阪神競馬場の新馬戦でデビュー。後に、阪神三歳ステークスを勝つことになる大前キングを、相手に、大差で圧勝し、一躍、クラシック候補に、名が上がった。しかし、その後は、外拉致へ遮光する悪癖のため、なかなか2勝目を挙げられずに年を越すことになった。翌1983年、春初戦は、ひさら賞だったが、 同馬屋の日本ピロウィナーの前に乾杯、4着に終わった。400万下条件戦の雪柳賞に勝利し、再びクラシックへの挑戦権を得たものの、その直後に骨折。この骨折によって、春のクラシック戦線から離脱することになった。秋は、京都新聞杯から復帰。京都新聞杯では、桂木エースの2着となり、菊花賞への優先出走権を獲得した。 三冠最終戦の菊花賞では、カツラギスと共に、ミスター CB の三冠阻止の切り札として期待されたが、果敢に先行策で粘り込みを図ったものの、ミスター CB に完敗、四着に終わった。自走の有馬記念では、積極果敢な先行策から四角戦闘という、堂々の横綱相撲で重傷初勝利を挙げた。この有馬記念では二着にも四歳のテュデナムキングが入り、 ミスター c b が不在の中、世代の強さを見せた。ところが、レース後に競争能力喪失に相当する故障が判明し、引退することになった。また、前述にもあるように、来る1984年より、グレード制が導入されるため、本場は八大競争として、最後の優勝場となった。2017年時点では、唯一の重賞価値がありま記念の実の馬となっている。 なお、重症初勝利が、有馬記念というのも2017年時点では、ストロングエイトとの2頭のみである。種ボバとなったが、さしたる3区も出ず、すぐに、シンジケートは解散となった。その後、食肉用のセリに出されそうになったが、なんとか救われ、乗馬クラブで、主に乗馬用の種ボバとして過ごした。1997年に種ボバを引退した後も、北海道、 のつけライディングファームで功労馬として予選を送っていたが2009年9月18日に右講師の急説を骨折したため安楽死の処置が取られた。ありがとうございます。